バットロコさんの MTG 1万円くじ開封していきます。しみる、しみます。どうも、トモハッピーです。今日もハッピー。あ、そんなの聞いてねえか別に。はい、今日はオリパ向き語りやっていきます。やっていきます、やっていきます。今日開封していくのはというより開封していくのもこちら、バットロコさんの MTG 1万円くじ開封していきます。まあ、今4連敗中っていうね、4連続で参考価格1万円も出てないっていう、まあいいカードは毎回出てるんですけどね。そして買い置きしたね、最終パックなんで、今回気合い入れてもどうしようもないんだけども、中身決まってるんだけど気合い入れて願いを込めて抜いていきます。いっちゃうよ、早速いっちゃうよ。もうこれちょっと、こんな当たり率低いんだったら当たったらでかいんだろうなとか思いながら、そのでかいね当たりを夢見て抜いちゃいます。さあ来い。はい、外側のカードはまず認識不能、いやー嫌な予感するわ。認識不能、認識不能は4マナのインスタント、見たことないな、これ見たことない気がするぞ。認識不能、こんなカードあった？なんかイラストもカードも全く見覚えない。4マナのインスタントでクリーチャー一体を対象として、それはターン終了時までマイナス7マイナス0の修正を受ける。まあ、普通にプレイしてもカードと交換できないカードで、まあ、基本はあんまり強くなくて、リミテッドですら4マナで、これワンドローついててもいいんじゃないのって、3マナでマイナス4マイナス0してパワー4下げてワンドローついてるカードありますかね、コモンに最近。え、マジか、4マナでパワー7下げるだけ、本当に。逆にだって僕が大好きな歌詞の力は4マナでプラス7プラス7修正しますよ。まあレアだけど、いや、ちょっとイラストだな、こうやってイラストだな。カードはちょっとかなり残念な、まあ、ドラゴンがなんか魔法でこう、うん、なんか変な感じですね。ザ・コンポーカードって感じで、次行ってみます。こっち行くか。よいしょ。お、カタリの金切り声上げ、これはすごいな。イラストの存在感がすごい。鳥兵士だけどね、なんかちょっとどこか恐竜っぽい、プテラノドンっぽい感じしますよね。鳥兵士、鳥なんだ、兵士なんだ。はい、こちらのカタリの金切り声上げは3マナ22飛行で蘇生がついてます。蘇生3、蘇生っていうのはね、1回だけソーサリータイミングで自分の墓地からね場に戻して、速攻付きで場に戻して、まあ、殴れるっていうような効果なんですけど、まあ、ターン終了時から場から離れる場合追放するっていう、だから追放しちゃうから2度は使えないっていう効果なんですけど、どうだったっけな、リミテッドではまあ強かった気がするな。まあまあ3マナ22飛行で風のドレイクっていうね、まあデッキに入るレベルの健全な飛行クリーチャーにプラス能力がついてるっていう感じで、ターン終了時間も場を離れる場合に追放なんで、まあバウンスしてもダメだし、何してもまあ1回きりね蘇ると。あ、だからこの鳥のイラストは蘇ってる姿なのかもしれないですね。もう鳥兵士ゾンビ、あるいは鳥兵士幽霊みたいなことなのかもしれません。はい、いきます。じゃあこっちもコンポーカード、次のコンポーカードも青かな、違う、あ、青だ。アーティファクト、一見アーティファクトに見えて青、雲荒れの腹のドレイク、のって2回ついちゃってますね。雲荒れの腹のドレイク、雲荒れの腹のドレイクは5マナ33飛行で2マナ、ただし白マナ無色1マナの2マナで警戒燃えさせることができるっていう、まあこれはまあ構築的には当然弱くて、リミテッド的にもまあ普通のカードですね。34飛行のが強いかな、これならみたいな。はい、まあでも5マナ33飛行で全然デッキに入るレベルで、2マナで警戒つく選択肢があるのは、まあ青白マナ両方出るときはいいかなって感じでね。アラーラの断片っていうセットなんですけど、アラーラの断片っていうのは3色以上をドラフトで組みやすい環境だったんで、多色環境だったんで、そういう意味ではこの白マナっていうのは結構3色ランドとかもね、アンコモンにあったりして簡単に出てきたんで、まあ、結構、当時その環境のリミテッドにおいては結構強かった気がします。フレーバーテキストとかもな、一回も見たことなかったな。
雲割れの腹の上には耐えることのない嵐が吹き荒れ、ドレイクがその風に乗って飛び交っている。この2つはエスパーにも支配できないものがある事実を思い起こさせている。なるほど、めちゃくちゃね、荒れた空をこのドレイクは飛び交うことができるらしい。はい、じゃあ真ん中の一番重要なカード見ていきます。何が出るかな。これ今までのパターンだと青いカード出そうだよね。梱包カードが青青青だから、いってみます。あれ、なんかカードの手触りが違う。ヌメッとする、なんかヌメッとするっていうか、スベッとするっていうか、これはあれだな、特殊加工のホイールカードっぽいな。違うな、全然違うな。なんかもっとその触った瞬間グリップ性が強い。これはマーシャン打ちすぎた人が牌触ったら何の牌か分かるよう似てるかもしれない。いきます、ドドン。お、精神を刻むもの、ジェイス、ジェイスマインド、ジェイスザマインドスカルプター。ジェイスザマインドスカルプターは JTMS とか JSTMS とか呼ばれたりもするんですけど、長いからね、名前が略されてる場合もあるんですけど、通称日本では神ジェイスって呼ばれてて、これはもうめちゃくちゃ強いプレインズウォーカーなんですよね。一番強いんじゃないかな。っていうか、そもそもこのオリパ向き語りが始まったのがバトロコさんのオリパ6パック向いて、5000オリパかな、あれは5000オリパ6パック向いてジェイスが2枚出たっていうね、もう神みたいなサムネだったんですけど、そこから味を占めてこの向き語りが始まったと言っても過言じゃないんで、感慨深いな。今また再びの出現っていうね、この企画のね、原点ともいえるカードに再びたどり着くと、感慨深いですね、ちょっとね。それの、まあ、スペシャルバージョン、これは From the Vault 20って言って、 From the Vault シリーズっていうね、今でいうスペルブックジェイスとかスペルブックギデオンみたいな枠で、まあ特殊加工の歴史を彩ったね、優秀なカードの特別なフォイル版が出るっていう、まあ、パックっていうかセットだな、あれはもはやセット、15枚のカードセットがありまして、そのね、マジック20周年記念のセットだったんで、From the Vault 20で、このね、20っていうシンボルがなんとも特徴的なんですけど、で、特徴として、セットの特徴として結構初期傷があるっていう、このカッティングが雑っていうのは、これ結構仕様なんですよ。このカードの状態自体はいいんですけどね、これ初期でこんな感じの、はい、初期傷がかなり激しい、こういうのがたくさん出ました当時。で、このジェイス・ザ・マインド・スカルプター、青春を刻むものジェイスがどんなカードかというと、まあもうね、プレインズ・ウォーカー界最強のプレインズ・ウォーカーと言われてるカードなんですけど、まあ今だともう3マナでね、オーコとかもめちゃくちゃ強いし、あとちょっと前だとダック・フェイデンとか、このジェイスが登場した後にかなりね、強いプレインズ・ウォーカーも増えてるんですけど、まあ、かなり初期に出た最も強いプレインズウォーカーで、ヴィンテージとかでもね、大活躍しちゃってるっていうカードで、このジェイスね、4マナで出せて、初期中性値はね、3ってちょっと小さめなんだけど、能力がね、なんと4つもついてるんですよね。これが神たるゆえんというか、選択肢がある。一つは一番上はプラス2で、どっちかのね、プレイヤーの山札の一番上見て、それをそのままするか、デッキの下に置くか決めれるっていう効果で、0マナがね、渦巻く知識、ブレインストームと同じ3枚引いて、2枚戻すっていう、山札の上に2枚戻すっていう効果ができる、通称ブレストって呼ばれる効果で、マイナス1でね、対象のクリーチャーをオーナーの手札に戻すっていう、盤面にも介入できるんですよね。そういう効果もついてて、だからもうやばいですよ、3つともやばいですよ。山札のこうドロー操作、敵も含めて山札の調整ができる、で、2番目の能力で手札調整とか、そもそもカードアドバンテージ毎ターン得れる、3つ目の能力で場にも介入できるっていうね、ジェイス自体を守ることもできるっていう、で、奥義もめちゃくちゃ強くて、まあできたらほぼ勝ちみたいな奥義なんですけど、相手プレイヤーは山札のカードをね、全部追放して自分の手札を山札にするっていう効果で、まあ、手札7枚持ってたとしても山札7枚だけになっちゃうんで、しかもゲーム中活躍してこなかった7枚なんで、まあ、大体相手山札切れで負けちゃうっていうね、この奥義使われたら、そういうもう超強力な奥義です。ただブレスト能力使って毎ターン3枚引いて2枚戻しますっていうのでカードを得てると、修正値が増えていかないんで、単純に毎ターンアドバンテージ取る、こうブレストルーとか相手のね山札をロックしていって、ソフトロックしていって修正値貯めて、このフィニッシュで勝つモードかっていうのを、もちろん途中で切り替えもできるんですけど、大きく分けるとこの2つのモード、2
2つのルートどっちに行くかを選びながら必要に応じてバウンス効果を使っていくっていうねカードです。いやまあとにかく強いカードです。もう強いカード、まあ、これもうね精神を刻むのジェイスは神ジェイスは多くの人がもう今まで語りすぎてきたんじゃないかな。そしてマジックのカードで最も有名なカードといえばブラックロータス、あるいはこの精神を刻むものジェイスっていうもうレベルのカードなんで、語りはまあ今日はこんなもんにしとこうかなって感じで、精神を刻むものジェイス参考価格発表します。16,000円です。よし来た。よし染みる染みます。いや4連敗後はねまあ1万円オリパで16,000円はまあ小当たりは小当たりだけど染みますね、まあ、しかもこのねちょっと特殊バージョンっていうのがいいですよね。フロムザボルトのなんかそういう商品あったんだよっていうのも語れたんで、光り方が通常と違って、ね、面白い感じなんで、そんな感じでやってきました。今日のオリパ向き語りいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったっていう方はぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。 Twitter のフォローもよかったらお願いします。というわけで今日もトモハッピーがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。